お願いします。お願いします。藤巻亮太、2003年レミオロメンとしてデビュー、3月9日粉雪など数々のヒット曲を世に送り出す。2012年レミオロメンの活動休止を発表後、ソロ活動を開始。写真集の発売や野外音楽フェスの主催など、ソロアーティストとして活動の幅を広げています。ちなみに藤巻さんはお休みとかある？あ、もちろんありますよ。あるんですか？登山がご趣味っていうのをお聞きしたんですけど、その、要するにその休日とかを使って結構行かれるんですか？まあね、本当休日に行ってますっていうぐらい、すごい登山フリークかって言ったら、はい、そうでもない、まあ、そこまででもないんですけど、はい、でも、まあ、レミオロメンからソロになろうとした時に、はい、やっぱこうちょっといろいろ悩むんじゃないですか、はい、ですごい悩んだ時に初めて登山に出会って、もともとはその地元の山の富士山に登って、はい、うん、あ、気持ちいいなと思ってその通り降りてきて、はい、でそこでこう雑誌の対談をさせていただいて、はいはい、対談相手がこう野口健さんだったんですね、はい、でそしたら野口健さんがすごいその、まあ、仲良くさせていただいて、はい、いきなりこうヒマラヤで連れてってくれたんですよ。行けるもんなんですか急に。ヒマラヤ、ある意味ヒマラヤって日本から物理的にすごい遠い場所ですけど、はい、うん、気持ちもすごい日本で音楽をやってる自分とすごい離れられて、こう日本で音楽をやってる自分が初めてこう客観的に見えて、あ、もう一回音楽と向き合い直そうと思って、その登山がきっかけでソロ活動が始まってくるんで、結構そういうターニングポイントだったんです。で今回、はい、もう一曲、はい、粉雪を、コラボさせていただきたい、はい、いただいたんですけども、はい、これってなんか聞く話によると最初は別のサビだったりとかした。そうなんですよ、やっぱりデビューして地元の山梨とね、うん、あの山中湖の周りって結構スタジオが多くて当時、はい、そこにこもってとにかくこれだって曲を作って帰ってきてくれ言われて、なんか3人で缶詰にされたんですけど、はい、行った瞬間にマジですげえ寂しいですよね。本当に帰りたいと思って。これ早く作って早く帰ろうと思ったんで、うん、その日はもう寝ずにひたすらこう、もう朝明け方ぐらいまでバーッとずーっとこう曲作りしてたら、はい、明け方にこれすごくいいかもって思って、でもワンコーラス作って、はい、もう完璧でしょと思って帰って、まあ、当時そのプロデューサーが小林武史さん、プロデューサーがね、はい、名プロデューサーいらっしゃって、うん、まあ、小林さんとチームみんなでそのデモを聴いてもらった時に、もう俺僕はもうこれで来たと思ったんですけど、ゴーラ見たことかみたいな、もうちょっとふんぞり返したやってやったぞ、俺の才能見たか見たかでそしたらやっぱり、まあ、名プロデューサーなんですけど、これすげえいい、最初から全部いいんだけどサビがさって言われて、うん、違うサビじゃないかなって言われた時に何言っちゃってんのと思って上がってないなと、もちろんもう声には出してないですよ、心で、うん、と思って、本当にと思ったんですけど、はい、やっぱその時はちょっとなんか自分もショックだったし、うん、ちょっと半分なんかイラッともしたんですけど、はい、でもやっぱり確かにすごいこうイントロからこう積み上げているサビがあものがやっぱ当時のサビだったら爆発しきれなかったんですね、そこからそのサビを作るのに都内のスタジオにずっとこもって、はい、ああでもないこうでもないやりながらそのサビを作った時に、うわなんか全部つながったって思って、それを聞いたらみんなでこれでいこうってなって、へ、確かに積み上げて積み上げてサビ屋でこうなーってこ う、ね、こう心の声が爆発したかのような、爆発するっていう、じゃあ最初はコナーとかだったコナーじゃないコナーとかだった、最初はもっとなんかやっぱりもう少し優しいメロディー、ね、優しいメロディーだった、そんなね、あの思いのこもった曲を一緒にやらせていただくということで、はい、うん、もう最初はね、3人でも藤巻さんが不快な思いをされたら嫌だなとか、もう本当にね、なんかいろいろとんでもない、やっぱそうやってこう、初めましてなんですけど、やっぱりこう、聞きながらこう、なんかこう、はい、お互いにこう、いろいろ寄り添ってくださるじゃないですか、こういうのはやっぱすごく魅力かなと思って、僕もやっぱり、つけめなさんと どこら辺がこうやったら気持ちいいかなっていうのをこう、はい、リハーサルでやりながら、ああいうのがなんかすごい楽しいですよね。ありがとうございます。かけがえのない時間になりました。はい、はい、ありがとうございます。こちらこそです。はい。